話してみたかった調合があるんだよね。誰も見てないし、今ならやめた方がいいんじゃない？また爆発するよ、バーンって。そんなことないよ。ほらほら、手伝って。どうなっても知らないからね。遅くなっちゃったな、急がないと。爆発音？アトリエの方から？もう、だから言ったじゃない。おかしいな、爆発するような材料は入れてないのに。それでも爆発させちゃうのがヒロの才能だよね。何があったの？うわ、すごい煙。ヒロ一人だけ？大丈夫？ちょっと失敗しちゃった。ちょっとね。それでどうするの？これ、見つかったら怒られるよね。こうなったら、こうなったら証拠隠滅しかないよね。え、ゴミを捨てて壊れた器具の代わりを見つけてね。手伝ってくれる？まあいいけど。よかった、ありがとう。じゃあ、意外と大雑把な性格なのかな。爆発は慣れっこだからね。慣れるほど爆発させてるんだ。失礼します。お邪魔します。誰もいない、困ったな。これはチャンスだね。え、フィロ、何を？ベン君は誰も来ないか見張ってて。あ、はい。ついでに、あの、フィロ？いけない、つい必要なものだけにしとくね。いや、それもまずいんじゃ。さあ、人が来る前に逃げなきゃ。行こう。それ、つらかり。いいのかな。これで証拠は消えたね。うん、誰にも見られてないよね。見たぞ。なんてね、びっくりした？君か。してたからさ。それより早く戻った方がいいんじゃないの？うん、覚えてなさいよ。それじゃあアトリエに戻ろうか。
いらっしゃい。毎度。これなら大丈夫かな。ベイン君が手伝ってくれて助かったよ。いや、これくらいなら別に。さっきマナに聞いたけど、よく失敗するの？そんなことないよ。今日はたまたまだもん。10回中4回くらいだよね、失敗するのは。もう余計なこと言わないの。そんなに多いんだ。違うの。難しいことを試そうとして失敗するだけで、普段はそんなには。はあ、疑ってる目だ。ごめん、遅れちゃった。あれ、なんか焦げ臭い。気のせいじゃないかな。そうそう、気のせい気のせい。まあいっか。間一髪だったね。うん、また何かあったらよろしくね。また失敗するつもりなの？違うよ。もう